今ですね、イタリアのベニスにいます。ベニスですね。で、今いるところが、ね、サンマルコ寺院、サンマルコ寺院、サンマルコ寺院で、ここの隣なら鐘楼にいます。で、鐘楼、まあ、サンマルコ寺院に関しては、ね、828年にエジプトのアレキソンドリアから誉れた聖マルコの遺体を収めるために旧世紀に建てられた。火災により11世紀と14世紀で、大幅に改修されています。で、その隣なる鐘楼に関しては、96.8 メートルの鐘楼が伸びていて、888年から1514年の間に建てられたものなんですが、1902年の7月4日の朝に突然倒れて1912年に復元したものです。で、今のは新しいんですけどね、急に倒れるとも怖いですよねだからこういう建築様式もしっかりしてるとは思うんですけどね。これ一応1912なんで、かなり100年前ですね。100年前、ちょうど1910年復元されたものですけど、すごいね、100年も前にこう建てられたんですよね。すごいなと。で、こう見ると景色がね、素晴らしいです。水の都としてベニスは有名なんですけどね。で、こんな感じで、景色です。海の方ですね、これ。ボートが光ってます。